株式会社アークスは北海道と東北地方を中心にスーパーマーケットなどの小売事業を展開する流通グループアークスグループの統括会社となる純粋持ち株会社2002年に地場スーパー2社のラルズと福原が経営統合を行い株式会社ラルズが株式会社アークスに称号を変更して持ち株会社となったその後ビッグハウスやスーパーアークスといった 大型ショッピングセンターを展開しているほか、道内各地のスーパーを次々と参加に収めており、2009年10月には株式会社札幌東急ストアの全株式を取得して完全子会社とし、同年11月に社名を投稿ストアに変更。この合併によってグループ連結の売上高は大台の3000億円を突破し、 同内の競合他社から頭一つ飛び抜ける形となった。2011年6月には青森県八戸市に本拠を置く株式会社ユニバースを経営統合すると発表し、同年10月をもってユニバースはアークスの完全子会社となった。これによって初の同外進出を果たしたアークスは売上高にして4000億円を突破し、国内の食品スーパーでは ライフコーポレーションに次ぐに総合スーパーでも7位の企業規模となった。また、2011年9月には、網走市内に店舗を展開している、篠原商店を子会社化するなど、道内の中小スーパーを次々にグループ参加に収め、さらなる規模拡大が図られた。2012年9月1日には株式会社ジョイスを、株式交換により完全子会社としたほか、 2014年9月1日には同様に森岡市に本社を置くベルプラスを参加に置くベルグループを経営統合し完全子会社としたさらに2016年3月1日にはジョイスがベルプラスを九州合併し称号をベルジョイスに変更したまた合わせて同日には同東ラルズが篠原商店を九州合併し 同等アークスとして新たに発足している。このほか2016年2月5日には、完全子会社であるラルズが、スーパーチェーンシガを運営する丸締め、シガ商店と、同社関連会社を買収し、シガの店舗だけでなく従業員や、取引先も引き継ぐ方針を打ち出している。旧法人名や屋号には、大丸が含まれているが、大丸を関する他の小売事業者とは、無関係である。 参加のスーパーマーケットを展開する各企業は c シーグループに加盟しているが、アークス自体は加盟していない。詳細は、アークスグループの商業ブランドを参照スーパーアークス、月サムワズマ店。2011年12月かつてのグループ企業アークス、ララカードアークスララカードは、2008年4月より導入したアークスグループ共通のポイントカードである。当初は、 ララカードとララ JCB カードの2種類であったが2012年11月より現在のラインアップとなった共通の機能としてアークスグループ各店での買い物を対象としたララポイントが備わっているまた2009年10月からグループ外にもララポイント対象を広げガソリンスタンドやタクシーなどでの利用でポイントを貯めることもできる詳細は 公式サイトのララカードとは、お参照ラインナップ現金カード。汎用型リロードタイプのプリペイドカード。1000円単位で1回につき最大2万9000円チャージして、最大5万円まで蓄積して利用。提携先は、イデミツクレジット。ハウスカード。提携先は非戦連携クレジット会社各社。クイスプを搭載したクレジットカード。提携先は JCB。 ID を搭載したクレジットカード。クレジット利用でポイント率も上がる。提携先は同銀カード、三井住友カード。ありがとうございます。